がとうございました。次に鈴木参考人にお願いいたします。東京大学の鈴木でございます。本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。私の方からは RCEP で誰が得て誰が失うかというペーパーに基づいてお話しさせていただきます。私の研究室でも RCEP の経済的影響について政府と同じ GTAP モデルを用いて緊急に暫定試算を行いました。その結果いろいろな特徴が見えてまいりました。まず物品貿易でございますが、日本が ASEAN などの犠牲の上に利益を得る構造という点が一つのポイントであります。表の1の通り日本の GDP 増加率は 2.95% と突出して大きく、中国韓国も GDP は伸びますがわずか、 ASEAN 諸国とオセアニアに至ってはマイナス、 GDP が減少します。つまり物品貿易についていわば言うならば、中国一人勝ちというような状況ではなく、むしろ、日本の一人勝ちという、状況になっているということでございます。次のポイントは、一つ、表を飛ばしまして表の3でございます。2ページ、日本全体の利益が大きいというわけではなくて、利益が大きいのは自動車で、農業では大変な打撃が出る。つまり自動車一人勝ちで農業一人負けの状態に近いということでございます。確かに日本の農産物の関税撤廃率は TPP と、比べても6割程度ということで、日本が目指した TPP 水準は実現できませんでした。しかしそれでも農業生産の減少額は5600億円に上り、 TPP11 の半分程度とはいえ大変な損失です。しかも RCEP の場合は成果物が860億円の損失、農業部門内で最も大きく TPP11 の 3.5 倍にもなっております。これは9日の審議で議論になった点ですが、これが数字で見える化された形になっているということでございます。次に3ページの表の3でもう一つのポイントは、政府資産の農業生産量の変化はプラスマイナスゼロになっているということでございます。これは関税撤廃が行われてもそれによる生産量の減少がちょうど相殺されるように生産性が向上する、そういう手当てをするというメカニズムが組み込まれているからでございます。要は影響がないように対策するから影響がないという影響試算であって、これは影響試算ではないということは認識しておく必要があるということであります。次に5番目の点ですが、農業を犠牲にして自動車が利益を得る構造、3ページですね。先ほど申し上げましたとおり、農業での被害は非常に大きい。一方で自動車分野の、生産額の増加は3兆円にも及びます。このことがつまり、農業がある意味、差し出される形で自動車で利益を得ていくというこれまでの、日本の貿易自由化の、基本構造というものを指摘してきたわけですが、それが見える化された形になっております。私はこれまで日韓、日中韓はじめたくさんの FTA の事前交渉に参加してまいりました。その中でも物品で一番問題になったのは自動車で、最後まで自動車が揉めました。日本が徹底的に関税撤廃を求め、それに対して相手国が抵抗するという構図でありました。次に、物品以外の問題ですが、次のポイントは各国の市民農民の猛反発が起こったということ、これは日本提案が問題があるということの証左ではないかという視点を持つべきではないかということでございます。例えば ISDS 条項につきましては、TPP でも
アメリカと日本が一生懸命入れようとしました。この時国内では ISDS を懸念する人たちに対して根拠がないことで人々を不安にする TPP お化けだとまで言われたわけですが、今 ISDS が国際的にどういう状況になっているか、 EU は ISDS は死んだものだと断言しております。日本が追従したアメリカでさえ ISDS の入っているような貿易協定にはアメリカは参加しないとバイデン大統領が明言しているという状況になっている。それなのに日本は RCEP で韓国とともに ISDS を組み込もうとしたわけです。さらに薬や種に関連した知財権の強化も日韓が強く求め、各国の市民農民から猛反発が起こりました。それでも種苗の育成者権を強化し、農家の自家増殖の権利を制約する方向に誘導する協力ということは明記されてしまっておりますが、日韓が求めた知財権の強化の義務としての水準は実現できなかったわけであります。こういうことからも企業利益の追求とそれが人々を苦しめるのではないかという視点、日本の要求をトーンダウンせざるを得なかったことの意味を重く受け止める必要があるんじゃないか。特に薬も種もそうですが、人の命を守る共有財産です。ジェネリック医薬品が作れなくなったら人の命は守れません。命を救うのが薬の役割ではないでしょうか。種を握られたら食料が作れません。種は何千年もかけてみんなで守ってきた共有財産、それに対して一部の企業がちょっと遺伝子操作をしてフリーライドして独占的に儲けぬ道具にするという方向性が良いのでしょうか。自家増殖は守られるべき農民の権利ではないか。それを剥奪しようとしたから RCEP では大変な抵抗が起きたわけです。こういうことは日本のやろうとしていることに問題があるのではないかという調査であります。それなのに日本国内ではすでに農家の自家増殖の制限を種苗法の改定でやってしまったわけです。こう考えると日本における種苗法の改定の問題もよりクリアになります。世界の農民市民が猛反発したことを日本の国内ではもうやってしまったということになるわけです。で、最後にこれ以上加害者になってはいけないのではないかという視点を申し上げたいと思います。今こそ日本と世界の市民、農民の声に耳を傾け、今だけ、金だけ、自分だけの企業利益追求のために、国内の農家や国民を犠牲にしたり、途上国の人々を苦しめるような交渉には終止符を打つ必要があるんではないかと。保護主義対自由貿易とよく言いますが、実際には市民の命、権利、生活を守るか、ごく一部企業の利益を増やすかという対立になってしまってはいないかということでございます。自由貿易認識の御旗にして、これ以上市民の命、権利と企業利益のバランスを崩してはいけないのではないか。これ以上日本政府企業がアジアの国々を中心に加害者になってはいけないと、そういう視点を十分に考慮すべきではないかということを申し上げまして、私の意見陳述をさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。これにて参考人の方々の意見の開陳は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。質疑の申し出がありますので順次これを許します。鈴木憲和君、はい。